提言は、韓国、軽軌道水原市出身の男子プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは19位。身長188センチメートル、体重83キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ネクストジェネレーション ATP ファイナル初代優勝者。2014年アジア競技大会ダブルス金メダリスト。 韓国人初のグランドスラムベスト4進出者。幼少時より視力が悪く、メガネをかけており、目の健康のためにと幼少期から兄と共にテニスを始めた。2008年からフロリダのイング、ニック・ボロテリーテニスアカデミーで学ぶ。ジュニア時代は2013年ウィンブルドン選手権のシングルスで準優勝がある。2014年にプロ転校。 4月にデビスカップ韓国代表デビューを果たす。8月のバンコクチャレンジャーでチャレンジャー初優勝。2河アジア大会の男子ダブルスで林英恵と組んで優勝した。2015年のマイアミオープンでツアー本戦に初出場。初戦でマルセル・グラノリエルスに勝利。2回戦で世界ランク9位のトマーシュベルディハに敗れた。ウィンブルドンで グランドスラム本戦初出場を果たす。1回戦で、ピエール・ユー・グエル・ベールに6から1、2から6、6から3、2から6、8から10で敗れた。全米オープンで1回戦で、ジェームズ・バックワースに6から3、6から1、6から2で勝利し、グランドスラム初勝利を挙げる。2回戦では、世界ランク5位のスタンワウ・リンカに6から7、6から7、 6から7で接戦を演じるも敗れた。年間最終51位で a t p モーストインプルーブドプレイヤーを受賞した。2016年全豪オープンでは1回戦で世界ランク1位のノバク・ジョコビッチに3から6、2から6、4から6で敗れた。2017年全豪オープンでは1回戦で連ンソー・リを破り全豪初勝利。2回戦でグリゴール・ギミトロフに敗れた。 クレイシーズンでバルセロナオープンでベスト8、BMW オープンでベスト4と続けて結果を残す。全仏オープンでは1回戦で第27シードのサムクエリーを下して初めて3回戦に進出し、第8シードの西コリを相手に高順延を挟んで2日がかりでフルセットに持ち込む前線を見せるも5から7、4から6、7から6、6から0。 4から6で敗れた。8月のロジャーズカップでベスト16入りすると大会後の世界ランキングで49位になりトップ50に入った。11月に新設されたネクストジェネレーション ATP ファイナルに21歳以下のレースランキング7位で出場し、ラウンドロビンから全勝で決勝進出。決勝でアンドレール・ブレフに3から4、4から3、4から2。 4から2で勝利し、大会の初代優勝者となった。2018年全豪オープンでは1回戦で、第32シードのミーシャズベレフに第1セットを、選手した後ズベレフの危険で、勝利、2年連続の2回戦進出を果たすと、3回戦で、第4シードのアレクサンダーズベレフを、フルセットの激闘の末に破って、自身初のグランドスラム4回戦進出。その4回戦では、 第14シード、全豪オープン6度の優勝経験を持つノバク、ジョコビッチをストレートで下してベスト8を決めた。準々決勝では、テニーズサンドグレンにストレートで勝利し、ベスト4へ。準決勝では、連覇を狙う世界ランク2位。第2シードロジャー・フェデラーと対決、1から6、2から5で、第2セット途中で棄権し敗退。 決勝進出はならなかったが、自身初の4大大会ベスト4を成し遂げた。春の北米ハードシーズンでは、デルレイビーチオープンとメキシコオープンに出場しともにベスト8進出を、果たすも、フランシスティア・フォーとケビン・アンダーソンにそれぞれ敗れた。そして第23シードとして出場した3月の BNP パリバオープンでは、3回戦で、第12シードとマーシュベルディヒ、4回戦で、 第30シードパブロクエバスをそれぞれストレートで下し、自身初のマスターズ準々決勝進出。しかし、世界ランク1位に復帰したフェデラーに5から7、1から6でまたしても敗れた。続く、マイアミオープンでは4回戦で、ジョアン・ソーザを破り再びベスト8位リスルも、優勝したジョン・イスナーに1から6、4から6で敗れた。大会後の世界ランキングで19位となり初のトップ。 20入り。クレイシーズンは BMW オープンでベスト4に進出したが、全仏オープンは足首の怪我で欠場した。7月下旬のアトランタテニス選手権で復帰。その後は早期敗退も多く、少し調子を落とした。年間最終ランキングは25位。全豪オープンは2回戦で敗れた。2月の ABL アムロ世界。 テニストーナメント以降腰の負傷で5ヶ月間コートを離れた。8月に生徒チャレンジャーで復帰すると決勝で杉田雄一を破り優勝を飾った。離脱中にランキングを大きく落としたため全米オープンは予選から出場し本戦3回戦まで進んだ。年間最終ランキングは128位。アジア人テニス選手の第一人者であり。 ライバルでもある日本の西小利圭についてこのように語っている。西小利圭選手がアジア人としてトップ10に入ったので僕たちアジアの選手は皆西寄り選手を目指し一生懸命追いかけている。彼はアジアの誇りです。提言、W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。